どうも、ダメです。ブン太郎 YouTube。あ、来た。どうも、デカギンです。んー。いや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 、パフパフパフ、いや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 いつの間にそんな覚えたんだ。喋らないで、お前。自己紹介中は喋らないって忘れたのか、お前。来たとか、びっくりしたから。ブンって言った時に来たって言われたから。ドッキリしませんか。え、したい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 。仕掛けに。いや、したい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 。しかも、うん、サプライズドッキリみたいな。やろう。やりましょうよ。うん。ヒカキンさんが後ろからこう出てきてっていうのあったじゃないですか。うん。でもあなたももう逆の立場になってるんですよ。なるほど。ということで、今回は、デカキンさんのことがマジで大好きな人を、俺、実は呼んでるんですよ。このクローゼットなんか隠れてもらってて、うん。僕が、出てきていいよって言ったら、出てきてもらって。全くのヒカキンさんのバージョンだ。それをやりませんか？やりたいです。やらせてください。絞るといや、下ネタやんないだろ、お前、急に。急に視聴者にやらせてくださいとか言わないだろ、お前。お前、気狂ってんだろ、お前。下ネタじゃないです。普通に、喜ばせるのもちょっと違う。なんていうの、笑顔になってもらうことをやらせてください。そういうことです。はい、お願いします。こんなに細かく言わなきゃダメなのか、お前。ちょうどよかった。ちょっとカメラ回ってんの、まあまあまあ、ちょっとあれだけど。話したいことがあるっていうからね、まあ、こっちもちょっと逆になんか用があったし、ご報告に近い形になるんですけど、うん、まあ、近いうちにもう YouTube をやめようかな。地方の親が不仲な感じで別れるか別れないかみたいな、あ、結構瀬戸親が、はい、瀬戸際な感じで、まあ、これをきっかけにじゃないですけど、まあ、髪も染め直して地元戻って就職、そんな、はい、そんな話だったなんかもうちょいなんかごめんなさいもうちょいポップな感じだと妹もいて、うん、やっぱもう支えられるのが僕だけなんで YouTube では無理、そうですね。でもなんか目標的なのがさあったわけじゃない、デカキンさん、あんだけ好きだって言っててさデカキンさんですね、デカキンさんめっちゃ好きだって言ってたじゃんあれ全然ネタです挨拶ぐらいしか分かんないです、どんどんちゃうちゃう、ブンハロウ、あ、ブン、あ、そう、ありましたけど、そうそうそう、全然動画見たことなくてあ、そうだったのじゃあなんか、今、デカキンさんがドーンって出てきたらさなんかちょっとモチベというかさ、引きます、逆にそう、マジでかき、むしろ迷惑だよね、うん、分かる、うん、そっか、まあ、じゃあ別に好きではなかった、そういう報告だとは思わなかったわ、逆に申し訳ないです。いやいやいや、全然先に言ってくれてありがたいというか、あんまじゃあ尊敬してる人いない、少なくともデカキンさんではない、ではない、じゃあうん、まあこんな感じであれだけど、じゃあ目つぶってもらっていい、はい、もうちょっと目つぶって待ってください。動画見たことないしてたら全然違うから、ヒカキンさんの時と。ブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。いや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 、パッ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 、いや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 、サプライズです、デカキンさんです。お待たせしました。そういうドッキリですな、そういうドッキリそういうドッキリなんだよそういうドッキリあなたが、うん、あなたが今回ターゲット、こっちじゃなくてお前がターゲットだよ勝ってんだよ
ザ、めっちゃ出たくなかったわ。ごめんなさい、ほんとに。いや YouTube やめるとか、あれも嘘、嘘です、全部、うわぁ、親がどんどんとかも嘘で、めちゃくちゃ出にくい空気を作るサプライズの時。ロキ君、本当に好きって言ってくれてる子だったから。どうだった、なんか聞いてて。最悪だったよ、これ。リアルだったの、しかも。あ、そんな話だと思わなくてさ、みたいな。もう台本で。台本で。いや、やばかったわ。だって、分かったでしょ、ドア開けた時の俺のリアクションで。やばかったよ。